分がデザインをする立場になって初めて座るってことを意識化された、こう座って座り心地を試すような感じがするんだけど、もっとこうなんか斜めにこうだんだんこう体が崩れていくんですよね、こう座って長い間。それも全部受け取ってあげなきゃ椅子はいけないっていうところもあって、このアームの形とかこうしっくりくるとか、こうなんかこう触ってるとか、そういうのもこう椅子と、まあ、人間がインタラクションしてるとか対話してるっていう状態がこう いろいろあるんですよね。それが全部こう無駄なく形になってないと、やっぱりどこかで破綻が生じると、そういういろんなこう多面的な要素がこう凝縮して一つのアイコンができる。体に選ばれないとやっぱり椅子って本当本物になれないんじゃないかなと。木をどういうふうに組み合わせてその素材を生かしていくかっていうところ その削ってみなければ分かんないっていう状況の中でそれを見分けて組み合わせるっていう、これはやっぱ経験値がないので絶対できないので、材料を知り尽くした人たちが知り尽くしたなりの組み合わせで組んだ塊を三次元加工機で彫刻していくみたいな、そうするとその削り取られた後に全部残る、そこには計算され尽くされた組み合わせがもう全部はまっていたものをガーッと削っていくわけだから、まあ見ててもちょっとゾクゾクとするような加工のシーンですよね。デザイナー その人生で作れる期間っていうかデザインできる期間っていうのが決まってるんですよ、何十年か。その中でそういう名品に巡り合えるかどうかって、デザイナーとしてはあんまりたくさんの人がそういうことを味わえないと思うんだけれども、自分はなんとなく客観的に見て俺はそういう名品になれるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、記念すべき一品になってくるんだろうなと。